るように、あのいつもこのイベントっていうのは、まあ、日本の良さみたいなものを、まあ、海外の人にどのように伝えていくかっていうことで、まあ、皆さんあの知恵を貸してくださいと、それを映像の形にして表現してくださいみたいなことでやってるんですけれども、あの、まあ、例年審査していて思うのはですね、この皆さんあの日本の良さとか日本のスペシャルエクスペリエンスみたいなことを言った時にですね、あの新聞とかテレビとか雑誌とかに出てるネタを使いすぎ、例えば、まあ、あの今だったらね、あのクールジャパンみたいなことが言われていたりしていて、まあ、それは確かに一つの日本の良さではあったりするんですけどね、コスプレとかね、あるいは、まあ、あの銭湯がいいとかあるじゃないですか、祭りがいいとかだけど、意外とそういうもうすでにマスメディアによって、ルフされているようなところをテーマにするしすぎるとちょっと失敗するんじゃないかなという気がしているんですね。強調したいのは、いつもいい点を取るというか受賞する人というのはオリジナルの視点があるわけですよ。それもあのどっかメディアに載ってたっていうことじゃなくて、自分があの日頃暮らしている中で、あ、この発見って素晴らしいなみたいなね、あのそこをこう掘り下げた人が、まあ、面白いものを作れていて、まあ、高い評価を得ているし、まあ、あのもしかしたらそれだったら海外の人が見ても分かるんじゃないかというようなことになっているんですね。一作品というのはどういうものかっていうことだったんですが、まあ、あの他の話と若干被るけれども、もう一度強調しておくと、スペシャルな体験を人に伝えるのは自分がスペシャルな体験をしていないとできません。なのでまず自らが体を動かすというか、体験探しに出てみてください。でその上で自分の体験、これはスペシャルだったんじゃないかっていうものが、伝えたくなると思うんですよね。やっぱりその体験がスペシャルなんだったら、だからそこを掘り下げたような作品みたいな、あ、確かにこれはこの人のオリジナルの体験であり発見だけれど、共感性もあるなと、誰が見ても分かるなと、結局あれなんですよね、外国の人に伝えるっていう話だからグローバルなものをみんな探そうとするんですけれど、結局あれなんですよね、究極のローカルはグローバルになるんですよね。だから自分自身の、身から出たものというか、身にこう降りかかったものというか、そういったところからお話というか映像を作っていくといいんじゃないかなと思います。